焦らず戦おう。私の力見せてあげる。うまくいっ。一歩前進。ほん、珍しいな。俺は同盟寮から来てるし、嬉しいよ。え？あなた、まず大志子の務め、願いを聞いてくれますか？あんた、教師として雇われるんだって？随分と腕を買われたもんだな。じゃあ改めて自己紹介しておくか。俺はクロード・フォン・リーガンだ。実家はレスター諸侯同盟の盟主だが、まあそんなことは気にしなくていいさ。担当学級はまだ決まってないのか？俺らんとこは他より気楽でいいと思うぜ。ヒルシュクラッセの連中にはもう会えたよな。興味を惹かれるようなやつはいたか？俺に興味があるのか。奇遇だな。俺もあんたに興味があるんだ。ま、これから最低1年は一緒に過ごすし、少しずつ正体を明かし合おうじゃないの。あいつはグロスタール伯爵家の嫡男でね、見ての通り女好きの気取った野郎さ。とはいえ根は真面目と言えなくもなくは、いつも貴族の責務がどうたらと言ってるよ。あいつは商人の息子なんだが、両親を事故で亡くしちまっていろいろ大変らしい。本人は至って元気だけどな、飯を食うことと体を鍛えることしか考えてないと思うぜ。確か商家の次男坊だったかな。あいつは兄が後を継ぐから自分は騎士になるとさ。ま、本心から騎士になりたいようには見えないけどな。どうせ親の意向だろう。リシティアはコーデリア伯の娘で、多分今年の生徒の中じゃ最年少だろうな。ただし子供扱いすると怒るから注意しろよ。俺はあえて子供扱いするか。面白いだろ。マリアンヌはエドマンド辺境伯の娘ってくらいしか知らないんだよな。あいつ他の生徒と関わりたがらないから、声すら聞いたことないやつも多いだろうぜ。ヒルダはゴネリル校の一人娘でね、だいぶ親父と兄さんに甘やかされて育ったらしい。あれほど怠惰って言葉が似合うやつもいない。まあ貴族のお嬢様なんてそんなもんかもな。レオニーは傭兵になりたくて入学したんだ。父親は漁師をやってるって言ってたかな。サバサバしてるがケチケチもしてる。
村に借金があるとかで節約を趣味にしてるんだ。あなたの働きに感謝します。士官学校の様子はい。さて君のようなアドラ新任クロードが宮長を務めるヒルシュクラッセですね。心は決まりましたか。あれあれれ、もしかして担任ってあなたなんですか。え、そうなんですか。僕はてっきりてっきり騎士団にでも誘われたんだと思ってましたよ。もしかして俺のことを気に入ってこの楽器を選んでくれたのか。おっと、教師になったんなら口の聞き方を改めた方がいいよな。そうか。まあ俺たちとさして年も変わらないようだし、堅苦しいのもな。しかし我々と同年代で教師というのは異例の抜擢ではないのか。腕の立つ傭兵だとは聞いているが、それにしても違和感が拭えないな。なあ、本当に強えのか。筋肉ならお手の方がありそうだぞ。騎士団のアロイスさんが推薦したって聞きましたけど。先生の腕前は俺が保証するよ。しかも元騎士団長の子供なんだよな。ああ、師匠の子供なら腕が立たないわけないだろう。師匠って誰のことです。ゼラルト師匠だよ。セイロス騎士団の元団長にして超一流の傭兵なんだ。先生がどう思おうと、私にとって師匠は憧れの存在なんだよ。そんなすごいお父様と一緒に傭兵をやってたなら期待できそうですね。リシテアちゃん、一流の親を持つ子供がみんな一流ってわけじゃないのよ。あの親の子供なら優秀に違いないとか、そういう決めつけは迷惑なのよね。マリアンヌちゃんもそう思うでしょ。え、はい、あの、そうですね。手合わせすればわかるだろ。師匠仕込みの戦術と武術、楽しみだな。それより歓迎の宴が先だろ。早速肉を調達しねえとな。いや、茶会にしよう。僕が上等な紅茶を用意する。茶会ってお茶だけ飲むのか。肉を食わねえと歓迎にならねえだろう。君は少し黙りたまえ。だから平民は、はあ、騒がしくてすまんねえ。ヒルシュクラッセはまとまりのない学級なんだ。貴族もいれば平民もいるし、本気で学びたいやつも怠けたいやつもいる。だがその方が面白いだろ。これから1年間楽しんでくれよ先生。士官学校の予定しっかり。学級対抗戦、楽しみにすることね。私たちの学級を選べばよかったと思い知らせてあげるわ。周りをちょろちょろうろつかれると目障りです。
消しますよ。冗談ですよ。学級対抗戦について聞きました。たとえ先生が相手でも負けはしま…堅苦しいですか。ならその行為に甘えて敬語はやめにしよう。腹が減ったら言え。お前は殿下の恩人だ。うまい飯を食わせてやる。頼みがある。ねえねえ、今度の模擬戦ですけど、私は補欠でお願いできますか。役立たずのか弱い乙女なので。あ、しっかり応援はしますから。聞いたか先生、近く学級対抗の模擬戦があるんだろ。イルシクラスの連中は精鋭とは言い難い。訓練やら課外授業やらで鍛えてやってくれ。勝負事は勝たなきゃ面白くないもんな。俺も何か準備しておくか。ここでの生活については入学前からかなり調べてあったんだ。先生にも教えようか。士官が食堂修道院内大衆掲示板。おい、私は師匠の一番弟子なんだ。先生にだって負けたくないと思ってるよ。教えを受けたのは短い間だったけどさ、それでも私の唯一の師匠だからね。ドロテアちゃん、ヒルダ、メルセデス、レア様もどえらい美女ときた。いやー、士官学校もいいもんですね先生。右も左も美人揃いで。先生、ちょっと頼みが。そういえば学級のみんなのこと、もう覚えてもらいましたか。僕はイグナーツです。これからご指導よろしくお願いしますね。我々の学級はヒルシクラッセと呼ばれている。その由来を先生は知っているか。金字架は昔からレスター地方を守護する聖獣とされているのだよ。学級の名にはそれぞれに由来がある。興味があるなら聞いて回るといい。こんにちは先生。もう書庫には行ってみましたか。貴重な書物がたくさんあるんですよ。眠る時間も惜しいくらいです。読書が好きというか、少しでも多くのことを学んでおきたいんです。ごきげんようと言っても、また機会があれば私お兄様、お願いを聞いていただけるかしら。腹減ったな。飯の時間が待ちきれねえよ。食堂食べ放題にしてくれねえかな。腕の筋肉は育ち盛りなんだよ。主よ、我を許したまえ、救いたまえ。助かった。
や、頼りになりますね。当たり、せて20年。そういやレオニーにはあったよな。あいつが村を出たのは俺の影響らしい。悪いが面倒見てやってくれるか。俺にとっちゃ唯一の弟子でな。感謝するよ。模擬戦ね。さてどうしたもんか。ま、あんたが指揮官だ。やらかしてくれるなよ先生。俺は俺でやれることをやるか。相手の飯にこっそり腹痛になる薬を。分かってる分かってる。先生は何も知らない、そういうことだな。もし当日他の学級の生徒たちが医務室に駆け込むことになったって、ちょっと立ちの悪い病が流行っただけってことになるさ。あら、面白そうな話をしているのね。私たちも混ぜてくれるかしら。よくもまあ薬を盛るだなんて悪どいことを考えるな、お前は。本当にやるならこんなところで話さない。策は戦場でのお楽しみさ。まあいいわ。あなたたちが何を仕掛けてきても叩き潰すだけだもの。そうだな。むしろお前たちがどんな策で来るのか楽しみなくらいだ。だってよ先生、期待されてるな。本気か先生。ま、悪どいのがお好みなら俺はいくらでも付き合うけどな。あらあら、みんな揃っておしゃべりかしら。すっかり仲良くなったよね。君たちが親睦を深めるのは大変結構だが、そろそろ作戦会議の時間だ。すみません、すぐに戻ります。それじゃ二人ともまた戦場で。あなたたちの力量確かめさせてもらうわ。ここが模擬戦の舞台ってわけか。指揮は頼んだぜ先生。分かってると思うが、他学級の奴らを残らず敗走させた学級が勝利だぞ。ちなみに俺は今回の模擬戦の指南役だ。勝ちたきゃ俺の言うことをよく聞いときな。焦らず戦おう。
私に任せてください。私ですか？ぼちぼち動くか。さあどうするんだ。先陣は私に任せてくれたまえ。華麗に敵の進軍をくじいてみせるよ。我が主に許しなく隊列を乱しては、私が援護せねばなりませんか。ヒューベルト頼んだわ。初戦から展開は最悪ね。アッシュ、お前は前線に向かえるか。敵を戦場の中央に釣り出したい。はい、やってみます。殿下、用意が整い次第攻勢に出る。出る、メルセデス、それまで足止めを頼む。は、お任せを。あらあら、頑張れるかしら。弱視たる私がそんな、もっと鍛錬しなければ。私を侮るからです。よっ、強い。次は負けませんからね。こっちは片付いたよ。さすがね先生、こちらも心してかからないと。教師の力の一端を見られただけでよしとしましょうか。異物にも教授はあるんでね。手はかけるね。油断はするな。森を利用して敵を迎え撃つわよ。みんな援護をお願い。森で待ち構えられてんなら、迂回するなりなんなり対策をした方がうまくいくぜ。焦らず戦おう。ぼちぼち動くか。
回り込まれたようね。こうなると強引に迎え撃つしかなさそうだわ。やり手みたいですね。当然の勝利でしょうね。あなたを倒さないと勝利はなさそうね。行くわよ。皇女殿下自らお出ましとは、その顔を傷つけないようにしないとな。手を抜いてくれるなら助かるわ。どうせ勝つなら楽に勝ちたいもの。負けるとは欠片も思ってないわけだ。となると本気を出してみたくなる。はじめからそのつもりよね。想定通りの結果だな。私を撤退に追い込むなんて厳しくなりそうだけど、頑張って。限界が近いかもしれません。私に任せてください。無理をしたら私が医務室のお世話になっちゃうわ。よし、一丁上がりだ。マヌエラ君を退けたか。我が輩も心してかかるとしよう。大した手際だな先生。だが本当の勝負はここからだ。
だ大丈夫、やれるさ。ここまでか。申し訳ありません、殿下。女っぷりが上がったか？ありがとな。なあ王子様、お前実はエーデルガルトに惚れてるんじゃないか。無駄口を叩くのはやめておけクロード、好きだらけだぞ。おっと、その落ち着きっぷりは外れか。動揺を誘ったつもりが残念残念。戦いになるかも。手強い相手だが勝ちを譲る気はない。全力で行かせてもらうぞ。さあどうするんだ。修練が足りなかったか。みんなすまない、あとは頼む。気をつけて進まないと。ここで手こずってる場合じゃないんだ。私に任せてください。積んだものの士気はさすがに違うな。我が輩が手も足も出なかったよ。賞賛はあった。この体にこんな力が。よし、そこまでだ。今回の模擬戦の勝者はヒルシュクラッセだな。
みんなよくやった。模擬戦とはいえ勝利ってのは気持ちのいいもんだ。お疲れさん先生、鮮やかな勝利だったな。自分の指揮を棚に上げて生徒を褒めるとはまさに先生の鏡。まったくできたお人だ。実を言うと万一に備えて薬の他にもいろいろと策を用意していたんだが、小細工を要する場面はついぞ来なかった。相手にとっても幸いだったろうさ。先生、あなたの腕前しかと見せてもらった。なかなかの傭兵だったんじゃないか。もしもクロードに指揮を任せていたらどうなっていたことや。おでも感心したぞ。先生に言われた通り動いただけで勝てたんだからな。元騎士団長に教えを受けてきただけありますね。勉強になりました先生。うんうん、さすがって感じでしたよね、えマリアンナちゃん。ジェラルト師匠から教えを受けたならこれくらいはできて当然だと思うけどね。レオニーさんは辛口ですね。とにかく勝てたのは先生のおかげですよ。ああ、実戦で鍛えられた傭兵の知恵と技をみんな肌で感じられたんじゃないか。さーて、戦いの後は勝利の宴だ。先生には俺の手料理も振る舞おう。さ、早く戻ろうぜ。実は食堂からくすねた5年ものの陥落を。見事な采配でしたね。ジェラルトの薫陶を受けただけはあります。この催しを通じて生徒たちと親睦を深められたのではありませんか。それは何よりです。これからの1年間彼らに寄り添ってあげてください。ちなみに今回の模擬戦は前哨戦に過ぎない。本番は飛竜の節に行われる呪術戦だ。伝統ある呪術戦に恥じぬ戦いができるよう生徒たちをきっちり鍛えてもらいたい。さて、今日あなたをここへ呼んだのは翌節の課題を伝えるためです。あなたたちの学級には盗賊の討伐を命じます。ガルグマク大修道院に所属する者には身分を問わず奉仕活動を義務付けている。無論生徒も例外ではない。節ごとに奉仕に代わる課題に取り組んでもらう。生徒と共に課題に取り組み期日までに大司教へその成果を報告するように。盗賊討伐の件は追って司祭を伝える。一度にあれこれ伝えても覚えきれまい。あなたには特別な何かを感じます。期待していますよ。盗人か。わしとお主の出会いを思い出すの。次はあのような腹角を取るでないぞ。何を固まって。まさか驚いておるのか。わしはいつもお主と共におる。話しかけたくらいで驚くでないわ。何が貴族のガキどもを数人殺すだけだ。セイロス騎士団が追ってくるなんて話がちげえじゃねえかよ。貴様らが子孫じたからだ。つまらぬ陽動にかかりおって。それでも目的は果たせるかと思ったが。元騎士団長の子か。なかなかやる。てめえ聞いてんのか。だが
傭兵を教師に任じるなど、あの女の考えが読めぬな。一体無視してんじゃねえ。この始末どうつけて。死ね。な、もはや教団は容赦せぬ。貴様らは地獄へと旅立つことになろう。せいぜい道連れを増やすことだな。待ちなり、くそー。